と、2年前に、サッカー日本代表のフル代表対アンダー24の日本代表が戦ったのあるじゃないですか、試合。僕はあれ定期的にやった方がいいと思うんですけどね。これはなんかイレギュラーな形でこの戦いが決まったんですよね。もともとは別の、アンダー24、あ、違う、日本代表が別のチームと戦う予定だったけど、なんかコロナの関係で、その国の代表が来れなくなっちゃって。で、どうしようかってなって、日本代表とアンダー24が戦おうかみたいな感じになったんですよね。これね、今度戦うのは、日本代表とが戦うのは、どこだったっけな？ペルー対、なんだっけ。なんかチームあったじゃないですか。そこぞやるよりもさ、アンダー24とやった方が、僕お互いにとっていいと思うんですよね。やっぱペルーとかよりもアンダー24の日本代表の方が強いと思うし、で、それだったらフル代表は練習になるし、で、しかもアンダー24は、日本代表っていうすごい強いチームと戦えるから、すごい練習にもなるっていう。お互いにとっていいっすよね。で、フル代表は別にアンダー24、まあ強いけど、もうそれだけじゃなくて、代表を背負うっていう思いがより固まるじゃないですか。あと、見てる人も面白い。何よりも。なんか、やって損もマジないと思うんですけどね。日本サッカーの底上げに、めちゃくちゃ有益だと思うんです。この前みたいに、ウルグアイ対コロンビアと、まあ、日本代表が戦うんだったら、まあ、そっちを優先した方がいいと思うんですけど、そうじゃないんだったらね、アンダー24の日本代表と、見たいじゃないですか。ベテランチームと若いチームの日本代表戦うなんて。この前はね、この前のこのね、試合は、なんだ？観客とかいなかったじゃないですか。なんか無観客、コロナで。だけど、今はもう、人を集められるわけだからさ、めちゃくちゃ話題になると思うんですけどね。チケットとかもめっちゃ売れると思うんですよ。だから、やってほしいなぁと思うんですよね。どっちにとってもいいからね。あと、ユニフォームがなんか特殊じゃないですか、これ。南野選手が着てるこのユニフォーム。そういうのも面白いですよね。その日本代表とアンダー24に日本代表が戦う時だけ、いつもとは違う特別なユニフォームをまとう。そしたらユニフォームね、売れるから。だから、それを JFA にとってもいいじゃないですか。ユニフォームがたくさん売れることによって。潤うし、チケットもたくさん売れることによって潤うし。で、しかも、日本代表も成長にもつながるし、ファンもたくさん見てくれるし、メディアでもやっぱ取り上げやすいじゃないですか。だからやった方がいいと思うんですけどね。まあそんな感じでした。以上。